こんにちは、ジャンコです。今回はドット勇者、やっていこうと思います。ということで、久しぶりの、最初から、やってた方のアカウントですね。30日で 4000K の方じゃないやつ、動画で撮るの久しぶりなんですが、まあね、30日 4000K の方は取りだめしてて2日ぐらいずれてるから、まだ11月分がね、あさってぐらいにしか上がらないんですが、まあそれはそれとしてね、11月から、リラ&サリア新キャラが追加されたので、ちょっとね、もともと使ってた方のアカウントで久しぶりに、入ってみましたよということで、動画撮っていこうと思います。でね、いろいろね、ちょっと新キャラ来るらしいっていうんで、アイテム取りだめ、取りだめじゃない、アイテムね、貯めといたんですが、まああれですね、種族の魔性、こちらも、まあ、新キャラがね、ちょっと、他のガチャから出るか出ないかはわかんないけど、とりあえず、貯めといたのが、種族の魔性57個とか、まあガチャチケ377個とか、まあいろいろとね、キャベツ70個とかね、いろいろ貯めてきたんで、こちらをね、ちょっと今回は動画中で引いていってみようかなと思います。かけらもね、結構たくさんある。あ、思ったよりあるな。思ったよりありますね。1314個あるね、これなんか。星5勇者の、かけらとかね、結構たくさん貯めてるので、この辺ね、順番に開けていってみようかなと、思います。ということで、まあ、どうしようかな。何からやるか。とりあえずイベントちょっとね、覗いてみましょう。この辺から回収できるやつとかもあれば、さらに一気に開けられるだろうからね。まあ、この辺ちょっとじゃあ、先に殴っておきますか、裏で。で、あとは何をやるべきだ？あれこれなんだああ、さっきのやつか。はい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 。まあまあまあ、ちょっと戦っててもらいましょう。そして、じゃあね、何からやるか。青眼ガチャ回しましょうか。まずは、こちら一発目。無料で回してみる。あとは、はい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 。まあまあまあ、こっちも戦いつつね、やっていきましょう。あとは、ちょっと待って。いっぺんにいろいろ、できることが増えてるような気もするんで、まあ、見ていきましょう。一応、しばらく貯めといたやつを解放すれば、一気にね、強くなれるんじゃないかと思ってはいるんだけど、とりあえずね、現時点での、こっちのアカウントの戦闘力は、4808K ということになってますね。まあ、こっちは何日目かというと54日目なんで、まあ、ペースとしてはそんなに早くないかなというか、まあ、一番最初からやってた方なんで、結構のんびり遊んでる方のアカウントということになるんですが、まあ、これがね、今回の動画内でどこまで伸ばせるかですね。いらっしゃいませ。ご自由にご覧ください。さて、あとは、何を受け取ります。何をあれしようかな。ちょっと待ってね。何からやったらいいかが、ちょっとノープランだったんで。まあ、あれか。リラ&サリアを見ていきましょうか。さっきから。まあ、やっていくことを決めようと思ったら、割り込んでくるね。まずは、じゃあ、青眼ガチャ、リラ&サリア選んで、ちょっと引いてみましょう。まずは無料分、引いてみる。あ、そうだ。まずあれか。リラ&サリアって、ここで交換できるのか、ちょっと見たいですね。種族召喚の方に入ってるのかどうか、入ってなさそうだな。ちょっと待って。ここの交換所、種族召喚のやつには入ってないですね。なるほど。じゃあ、あれか、青眼ガチャでしか引けないのかな？気に入ったのですか？光栄です。品性はまあまあだな。そうなのかな？その可能性はあるね。ちゃんと、説明をね、見たりしてないんだけど。あ、ハロウィンコード。これはじゃあちょっと入れとこうか。はい、OK。
侵入者登場。そうね、この辺ちゃんと読んでないんだけど、専属青眼召喚でリランドサリア出ますよと。他のガチャで、他のガチャや交換では入手できないのかな。天使のプレゼント、毎日ログインで大量の報酬をゲットできます。7日目にリランドサリア1体無料で、獲得できますと。なるほど、じゃあとりあえず1体は手に入るみたいですね。あー、なるほどなるほど。とりあえずパッと見交換所はなさそうか。他の交換所にあったりするかな。多分しないんだろうな。ちょっと待って、とりあえずこれでラストだよな。これでラストだからとりあえず殴っておきましょう。いらっしゃいませ、ご自由にご覧ください。そうだね、なさそうですね。まあ種族召喚になければないか。オッケー、じゃあ、ドリーム遊園地。あ、これはあれか。あ、おそらくあっちがバトル中だから入れないのか。まあ、とりあえず、これ受け取っていきましょう。7日目で、リアンドサリアプレゼントですね。星アップ計画、こちらは、リアンドサリアの星が上がっていけば、この辺のアイテムがもらえるのかなという感じですね。毎日還元、まあ、この辺。受け取っときましょう。初チャージリセット。これはようわからん。なるほど。他からは出ないのかな?この感じだと。種族召喚の、やつでもリランドサリアは多分これだと入ってないんだろうな。そっか。あ、あとね、VIP レベルが上がったんで、やっと5になったから、こちらもね、できるようになったんで、それも動画内でやろうかなと、思ってたんで、まとめてやりますね。とりあえず星占い行ってみよっか。はい、星5のピース来たんで、引きましょう。出ないね。あ、出ましたね。オッケー。まあ、残りはちょっとお預けにして、太陽の方もちょっと回してみましょう。出なかったね。まあ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 。で、こちらに関しても、ちょっとね、無意味に貯めといたんで、まあ、回してみますか。ほい。おっと、まあこれは、とりあえず挑戦終わったんで、まあそんなとこですね。さあ、まあいっぱい回せるからね、これに関しては、ガンガン回していきましょう。これでなんか、神言がね、たくさん解放されれば、良いかなと。いうところか。思ったよりだな。思ったより、数回せなかったですね。はいはいはい、なるほど。まあ、10連5回か。 OK、 じゃあ次は、勇者召喚の方で、光の召喚が、チケット388枚あるんで、これでね、38回10連やっていきましょうか。まあ、まず星からかな。友情も貯めてあるから、まあ、友情と星引いて、それから光行きましょうかね。オッケー。じゃあ、まずは友情から。一発目。次。これはカラブリー。ほい。あれ、ちょっと待って。ああ、はいはいはい。自動解雇になってるね。なってないかと思っちゃった、今。さあ、じゃあもう一発。はい。まあ、とりあえず10連ずつで引ける分はここまでだから、これでいいかな。そしたら、星の方チケット引いていきましょう。ほい。まあ、こっちに関してはね、星3以上すら怪しい時もあるんで、サクサク引いていきましょう。まあ、光が本命だからね、光もね、388回も引ければ、何か出るんじゃないかなと思うけど、とりあえずこっちは、ほとんど収穫なしですね。さあ、じゃあ光の召喚行きましょうか。388回。いけ!おー、ドルさん出る。アイヌ出る。まあ、幸先いいスタートかな。2体出てくれれば、アイヌ、そして星4素材。まあ、星4素材
ぐらいはね、せめて出てくれない。おっと、バルキリー、バルキリーはいいね。オッケーオッケー、バルキリー素晴らしい。さあ、まだまだいける。うん、キャロライン素材ですね。ミノスさんも素材。おいほいほいほい、まだまだ引けますからね。今回はガンガン引いていきましょう。お、メリッサ出る。ほい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 。まあ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 。お、キャロライン。星4しか出ないとちょっと悲しい感じではあるけど、まあ星5でもね、ちょっと、神話以外はやっぱ素材になっちゃうかなという段階に来てるので、まあそういう意味ではね、大半は、ガチャは引いてもね、素材になってしまうところではあるんですが、まあ今回の場合ね、すでにバルキリーが引けてるんで、まあ、突用のね、本体が手に入ったかなというとこですね。まだまだ200連以上引ける。さすがに結構貯めてただけのことはあるね。グンロズ出る。グンロズもね、でもこのアカウントではちょっと育てられてない。おっと、枠がいっぱいだ。そんなことあるんだ。枠とか全然意識したことなかったですが、あれか、まずはね、星4くっつけた方がいいね。これくっつけちゃいましょう。ほい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 。まあどんどんね、くっつけてっていいかな。とりあえず星4に関しては。オッケー、いけるだけ、やってしまいましょう。ほい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 。おっと、なくなった。さて、じゃあ、続けてね、引いていきましょう。まだまだ200連近くある。そう。キャロライン。まあ、バルキリー以外の収穫が逆に言うとまだないね。あれ？ちょっと待って。枠意外といっぱいにすぐなっちゃってるんだな。どうするか。まあ、星、突入の素材として、あれか、この辺くっつけちゃうか。と思ったけど、ここにつけられるやつが思ったほどない。んー、まあいいか。この辺ちょっとくっつけちゃいましょう。はい。で、そしたらちょっと突進めるか何か。って言ってもね、次にやりたいのが、ジルさんなんだよな。そなたが学ぶべきことはまだまだ。ジルやろうとすると、ちょっとね、光の、星6が必要だし、本体がそもそもないから、まあ、テミスとかね、重ね引きたいかなと思ってたとこなんだけど、残念ながらね、まだ本体がないからね。そうか、枠がいっぱいとは予想外の展開。ちょっとやっぱ星さん、あれか、売却しましょう。そうね、星さん売却すれば別にあれか、なんでもないか。じゃあちょっとここら辺一気に、解雇しちゃいましょう。ほい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 。まあ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 。これで、ガチャチケね、全部引き切るぐらいの脇を作れそうですね。オッケー。まだ欠片もね、大量にあるから、そっちも含めて、ガンガン引いていきましょう。それでどこまで強くなれるかですね。さてさてさて。OK。ここまでかな、とりあえず。さあ、じゃあ続き引いていきましょう。はい。まあ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 。ほぼ素材ですが。まあ、テミス来てほしいな。テミスか、ジル。ジルの本体来るのもかなり嬉しいとは思うんだけど。アリスか。まあ、正直こっちのアカウントでは、ジル、テミス、バルキリー。あとは、ウィンターか、あとはあれだ、誰だっけ。ちょっと名前飛んじゃった。森の槍の人、森の槍の人なんだっけ、名前。イエイヤさんか。あの辺がね、出てくれないと、まあ、ちょっとね、戦力アップ、すぐにはならないかな、という感じですね。はい、エドワードが大量に出てくる。
そう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 。まだあと40回はいける。サンドラさん来る。まあなんか神話出てくれればね、気分的には当たり引いたかなとは思いますけどね。お、星子勇士が500体ゲット達成しましたね。そしてとりあえずのラストかな。はい、じゃあ続いて、神雲召喚。こちらもね、9600ポイント溜まってるんで、9連発行きましょう。エランドさん。さあ次。アンネリア。さあまだいける。エランド来る。グンロズ。じゃじゃーんとアイヌが出てきて。グルーとか、これはね、どっちかっていうと、30日4000系のアカウントの方で出てくれる方が嬉しかったりはしますね。ラファエル来る。さあ、神話がちょっと一体も出ないまま、終了しちゃいましたね。なるほど。ちょっと寂しい。気分転換にクジラ行きましょうか。クジラのカボチャもね、カボチャだかキャベツだか、70個あるんで、まあこちらちょっと引いていってみましょう。さあ、お、ドルファー出ましたね。まあ他は、とりあえずちっちゃいかけらが出ているよと。さあ2発目。まあこれね、ちょっと結構あっさりなんだよね、連続で引くと。まあでも引いていってみましょう。お、ドルファーだけは出る。なんでドルファーだけこんなに来るんだ。次。まあ何か引き当てないとやっぱ、ちゃちゃっと進んじゃうから、ちょっと、寂しいところはあるけど、ここまでですね。で、こちら、受け取っていきましょう。さあ、星上げが、ドルファー上がりますね。上げていきましょう。OK。で、図鑑が、ここ進みますね。光の魂、戦力アップする。で、クジラのレベルも上げられますね。96まで来ましたと。じゃあ次は何をやろうかなというとこですが、種族召喚行こうか。59個ある。もう一個どっかに手に入んないかな。そうだな。ちょっと、カボチャのイベントの方戻ってきて、開けてみる。あ、惜しいな。この列揃えたい。あ、でもここ2個空いてないとダメか。まあじゃあちょっと残念ながら、残念ながら揃わないですね。あとはこちらの錬金釜、回してみますか。こっから出るんだっけ、あのキューブって。あ、でももしかしたら、飴と交換できるかもしんないな。ちょっと見てみましょう。飴136。おっと、いけますね。交換しましょう。よし。そうしたら、種族召喚ね、キューブ61個になったんで、まあ、60連していきますか。だから5回召喚を12回ですね。行ってみましょう。いけ。さあ、来い。全部かけらか。ちょっと外れですね。次。まあでも闇のかけら出てるのは悪くないか。コツコツ行きましょう。お、光のかけら出る。さあ、ただ本体というか、一発の引きが欲しいかな。かけらだけじゃなくて。英霊は出ましたね。光闇。まあ、60個も使うんだったら、一体ぐらいはね、何か出て欲しいですけど、もうすでに折り返してる。いや、ちょっと、あれだな。外れてんな。で、30切ったから、これ折り返してますね、完全に。さあ、前半戦は一体も出ず。まあまあまあ、かけらはそれなりに出てるから、引けるとは思うんだけどね、これだったら。しかし、出ないな。マジか、あと2回。さあ、来い。あっと？マジで60連して収穫なしか。うわー、ちょっと悲しい。ちょっと悲しいけど、まあ、これでかけらは充実したかな？ほい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 。あとは、ちょっと待ってね。なんか、他に増えたものはあるかなとちょっと確認してみる。これちょっとカボチャ買えるか。あ、5個しかないか。じゃあ微妙だったな。あれ？タップし損ねた。お、光のチケット、さらに増えたので、まあ、ちょっともう10連してみましょうか。あなたの目の前に。はい、アリス。
まあ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 、ちょっとあれだな。結局収穫バルキリーだけかっていう感じでしたね。はい、じゃあ、あ、でもあれだな、これ93個も溜まってるから誰か出せるね、赤いやつ。オッケー、93ってことは10個以上あるやつだったら誰でも出せるぞ、どうしよう。あー、それが、あ、どうしようかな、ちょっと待って。そうか、誰にしよう。まあ、治療より攻撃とかがいいかなという気もしてるんだが、この亀もね、結構、なんかあれだよね。なんか亀出てくるんだよね、盤面に。だからこれもありかなという気はしてる。ダークサイクロン、こいつは何だろう。攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する。あ、バフ。攻撃力一番高い味方の、攻撃力とダメージを 20% ずつ上げる。ほー。あ、これも強そうか。で、こっちはデバフか。あー。で、こっちは範囲攻撃目くらまし。あれ？なんか文章が短い。まあ、シンプルなやつほど逆に強かったりもするけどね。どうだろうね。6回攻撃。毎回ランダムの敵に283ダメージ、さらに 36% で敵に、めくらまし状態。あー、なるほど。回避しやすくなるのかな。こっちの色違いサンダーっぽいのは、サンダーボルトと、まあ、見たまんま電気の蝶だね。雷鳥。ほい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 。283ダメージ与えて、さらに、50% の確率で感電、35% の確率で追加で、ダメージ与えるよと。さらに攻撃力が高い味方は落雷状態付与して2ターン継続。ほー。速度が敵以上の場合、落雷状態は解除不可になる。ほーん。え、どれがいいだろう。好きなの召喚できるとなったら、ちょっと、あ、どうしようかな。ちょっと迷うね。ほー。先にかけらくっつけちゃうか。一気にいっちゃいますか。これ一気にいくと、あ、途中で倉庫がいっぱいになると自動的に停止します。だから、ちょっと待って。一回、星さん売ってくるかまた。じゃないと多分途中で倉庫いっぱいになる。さあ、クジラの召喚獣一体、選んでね、ゲットできることも分かったし、その辺も含めればかなり戦力アップできそうですね。あとは、あれか、新キャラ、狙ってちょっとダイヤ使ってみるかどうかだな。今までね、あんまりガチャにダイヤを使わずにいたから、このアカウントはね、結構、ダイヤもね、蓄えがある方ではあるんでね、引いてみてもいいかなという感じではあるか。さあ、どうしようかな。ちょっとあれだな。一回これ、攻撃するんだったら、あれ違うな。これあれか。戦えるわけじゃないのか。凡人だけど品性はまあまあだな。ちょっと引いてみる。これどっちにしろダイヤで2回しか引けないんだね。10連。ちょっと引いてみましょうか。ちょっと音楽止まってると嫌だから、一旦音戻して、行ってみましょう。じゃあ聖眼ガチャリランドサリア、ちょっと引いてみましょう。いけ。さあ、どうよ。エドワード。
一回仕切り直す。さあ来い。あはマジかー。あー、まあでもダイヤ300、400、500、600、700返ってきたね。だから2000で引いたようなもんか。しかしちょっと微妙でしたね。なるほどね。はい、じゃあ改めてかけらくっつけていきましょう。いけ。ちょっと多いぞ。さあどうだ。お、ウィンター3体いる。ウィンター3体いますね。ちょっと待って、あとは、あー、お、トレアドルいる。あー、でも思ったより良くない、思ったより収穫がないぞこれ。もうちょっとなんかいろいろ手に入るかなと思ったんですが、ちょっとこれは物足りないな正直。こんだけ貯めてた身としては。なるほどな。さてで、赤い召喚獣何にしようか。そうだね。まあなんか見た目で選ぶんだったら色違いサンダーか、ちょっとこの黒ウサギか。まあカメか。この辺から選びたいような気もするけどね。93でしょ。おっと、願いの、こっちにもあれだよね、一応赤箱ちょっとあるんだよね。あ、これは、ちょっと買っときますか。光闇の、星子英霊はちょっとダイヤ使って手に入れておきましょう。まあここで、あー、10個3万5000、あっという間にダイヤなくなるか。赤ひげまで買おうと思うと、まあやっぱ1体かな、そうなると。お、ほんの気持ちいい。お、受け取れた、ラッキー。そうだね。いや、しかしね、ちょっと思ったほど収穫がなくてショックという感じではあるな。あれ、ちょっと待って、テミスいた、さっき。テミス持ってなかったよな、俺。重なってる、いつの間にか。あ、テミスいる。あ、ちょっと待って、テミス鍛えるか。とりあえず、テミスの星一つあげるわ。ということで、まぁ、ちょっとこの辺くっつけて、テミスを星3に、星8にしましょう。オッケー。そしたらさ、あれかな、テミスもう一体ゲットしちゃって、お、お、ラッキー、なんかもらえてるね。ちょっと待って、テミス一体交換しようか。種族召喚ね、リア&サリアは交換できないのが分かったので、ちょっとね、メインで使ってるのに、あんまり重なってくれてないテミスを一体ちょっと交換しますか。オッケー。え、これでだ。テミス、星アップ。さらにいけるでしょう。汝を正義と平等のもとへ導きましょう。さあ、これでだ。星が9まで行きましたね。オッケー。で、一旦レベルを185まで上げる。205まで上げる。オッケー。そうだね。これで、テミスもジルも、星9まで来てますよという感じですね。小賢しい。そなたが学ぶ。迷える。あとはね、どうしようかな。
まあでもカロンはね、ちょっとリアンドサリアが引けたら入れ替えるだろうっていう、読みのもとで言うと、あんまりね、ここをくっつけるのもどうかとは思ってるので、イレンヤさんとかって、まあ持ってないか、ウィンターは被ってんだよな、ある程度。ただのバトルじゃ物足りないぜ。あんたは他の奴らとは違う目をしてるな。ウィンター星アップさせようとしたら、あんたが満足させてくれるのか。え、星10必要なの？今更だけど。あー、星10使うのかよ。あんたは他の奴らとは違う目をしてるな。まあこっちはなんとかなる。ウィンターの星6はいいんだけど、星10使うの？素材で星、うわマジか。いや、いけないこともないのか。レンとかで星10作れるか、これ。あー、まあ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 。あ、っていうか、あれか。トレアドルって、そうだ。30日 4000K のアカウントでは持ってたけど、こっちでは初ゲットだったんだね。なるほどね。あ、肉まんの人も持ってなかったのがかけら合成で出てたみたいですね。っていうか、いろいろ引いてんな、やっぱりよく見たら。モナも、初ゲットですね。あ、図鑑が意外と埋まった。まあ、コレクションとしては図鑑埋めありかなというとこですね。そうだ、白星とかも、こっちのアカウントでは持ってないんだね。なるほど、なるほど。まあ、だったらあれか。一応コレクション的な意味では収穫あったのか。で、まあ、テミスレベルアップしたことで、こちらもちょっと進みますね。オッケー、オッケー。あ、もうちょっとで 5000K 行くな。ちなみにバルキリー覚醒、あーそうか、覚醒進めるか。とりあえず星上げはね、ちょっときつそうだもんね。一旦覚醒の方で強化していってみようか。バルキリー、オッケー。シャイニングスピアが強くなった。次は、このかけらがたくさん必要だよと。いう感じですね。まあ、ちょっと交換できるんだったら交換してみるか。これでどうだ？お、溜まってる。あ、違う！星11にしないと先進まないんだ、これ。なんだ、覚醒もあれか。星上げ結局必要なのか。きついな。はぁ、そうですか。じゃ、ちょっとやっぱりバルキリーは、ここで一旦ちょっと停止ですね。星空の下のすべて。そうかそうか、小賢しいね。そなたが学ぶべきことはまだまだたくさんあります。ジルか、分かったらおとなしくす。ジルとテミスってどっち先に星10にするべきだろうね。何時を正義と平等のもと。テミスもな、強いは強いからな。いらっしゃいませ、ご自由にご覧ください。一応種族召喚ね、結構頑張したんで、あと2体交換できるといえばできるから、1体も引けてなくても、テミスかジルどっちかだったら星10にできるんだよね、今回やろうと思えば。まあでもあれか、そっか、ジルは、勇者交換でも、あ、勇者商店でもジルは手に入るから、やっぱテミス優先か、やるんだったら。ここは、新キャラ交換できないのが、もう分かってるから、さらにジル、あ、じゃない、さらにテミス強化しちゃいましょうか。OK。今回は貯めてた素材使って、いっぺんにね、強化をする予定だったんで、もともとね、やってしまいましょう。じゃあ、星6ね、こちらも英霊使って、素材を用意しまして、これでいけるね。テミスを、さらに星アップ。オッケー、行きましょう。よし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 。で、さらにレベルもアップしていく。255、星10。オッケー。覚醒は、あ、そうか、最初に行ったら必要だから、ちょっとストップですね。ここまでで。なるほど、なるほど。お、5000超えたね。5000K 突破。よし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 。いいぞ、いいぞ。さあ、あとは、じゃあ、あれだね、赤い召喚獣。
クジラのとこ誰をゲットするかですね。あ、どうしよっかな。なんかね、バフに魅力を感じてるんだけど、どうだろうね。火力 20% ずつアップっていうのが、一番攻撃力高いやつにつく。一番攻撃力高いやつっていうのが、バルキリーか？いや、イレイヤだね。いつか時間の川に流れる。イレイヤの火力アップか、どうだろう。小賢しいね。そなたが学ぶべきことはまだ。カメさん、あー、カメさんどうなんだろうな。どっちがいいかな。本当に迷うな。93でしょ。カメを選んだとして、攻撃力が最も高い敵3体に265のシールド無視のダメージを与えて、霊気を、味方の空きの位置に呼び出す。前列に優先出現。霊気が味方全体の基礎、能力値 55% 引き継ぎ、味方全体に 5% のダメージ軽減をもらう。あ、でもこれやっぱ強そうだな。カメさんにしますか。11だから、89交換すれば OK。87、88、89。OK。これで、いけますね。取りましょう。さあ、ウォーレンって言うんだ、こいつ。ウォーレン・バフェットをゲットしました、ということで、じゃあ、これで、あ、もう召喚までできてるから、セットしましょう、仮面。あ、でも6回で次が開くんだったら、ちょっと待って、クジラのやつ、むしろこの赤い、あれか、こっち買うか、50% オフになってるし、5000だったら、今なら悪くないでしょう。あ、でもちょっと待って、これ4個でしょ？何個買える買おうと思ったら、50で3万5000。いや、ちょっとすっからかんになっちゃう。やっぱダメだね。こっちだったら買ってもいいよな、ちょっと。1個でどれぐらい上がる？まあ1レベルしか上がんないか。あと3レベル上げたいってなると、やっぱ全部買う必要がありそうですね。140とか必要みたいだから。OK、じゃあちょっとこれ買ってみて、クジラレベル上げて、あー、100にならない。マジかよ。まあでもあとちょっとだな。少し回せば、ってなるとあれか、カボチャを買うことになるか。じゃあ、ちょっとこれぐらい買って、クジラのやつ回せば、レベル上がりますかね。アルビス。もう一丁。これで、クジラレベル上がるね。100になった。あ、100。そっか、こっからさらに250ないと上がんないのか。あ、じゃあちょっと今回ダメだな。なんだ。お預けですね。まあ、それはそれでしゃあないか。ラッキー。まあ、それはそれでしゃあないか。じゃあ、とりあえず、ここに、カメさん入れておきますか。OK。そして、あとはね、なんだろう、いろんなところの編成にね、多分ちゃんと入ってない気がするので。あ、そうだね。こことかにもカメさんを入れておくと。OK。そんなところかな。保存しておきましょう。はい、というわけで、まあ、今回はここまでにしようかな。一応戦力ね、こっちのアカウントは、5311K まで上がりましたね。まあ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 、なかなかパワーアップできたんじゃないかなと。あんたは
他の奴らとは違う目をしてるな。まあただね、ウィンターはね、結構重なってるんだけど、レベル上げようとするとね、素材にまさかの星10必要っていうのはちょっときついわな。星10必要かよっていうね。まあそうだね、レンとかで星10作るか。その辺はちょっと裏でやっときましょうか。で、また動画撮ろうかなという感じですね。で、これはね、一応11月1日の夕方にアップしようかなとは思いますが、30日 4000K の方は、2日ずれぐらいなんでね、11月1日の動画は、明日、ん？ああ、そうね、2日ずれというか、あれか、1日しかずれてないか、そういう意味では。2日に上がるかなという感じですね。1日の分がね。だから明日は、一応ね、この動画と、取りだめているもう一本のやつと、まあ2本ドット勇者上がるかなという感じですね。まあ明日はって言っても、そうか、この動画を見てる人たちからすれば今だから、別に、この辺の話はする必要なかったな。はい、ということで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。まあちょっとリランドサリアについては、ダイヤ余裕あるから狙ってみるのもありかなということでね、引き続き引いてみようかなとは思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。